皆さんこんにちは、佐藤大輔です。佐藤のラジオ第4回、よろしくお願いします。はい。第4回の今回は、まずは私が最近やっているスマホのゲームの話をしましょう。スマホのゲームの話、この年でっていう感じですけれども、えっ、ー、と、それは、まあ、ポケモンクオーです。 ポケモン GO、ただなんかどうやらね、なかなかやってる人の年齢層は社会人だったり、もう少し上の人が散歩がてらやってるっていうことが多いみたいで、意外と私と同世代、まあ私30代なんですけれども、同世代の人もやってる方も多いんじゃないかなと思います。ポケモン GO、まあいわゆる1ゲームとかいうやつで、うん、あのー、GPS で、 あの、地図上にあの、実、現実世界の中でポケモンが現れたりみたいなアプリケーションなんですけれども、まあ、通勤の時とか、あの、ちょっと移動の時とかに起動して、まあ、ポケモン捕まえたりしてるんですけれども、なんかこれあれですよね、ちょっと恥ずかしいですよね、ポケモン GO、あの、いい年してやってる。電車の中とかでもたまにスマホの画面でサラリーマンの方が、あの、 ポケモン GO 起動してる画面見るときあるんですけれども、ちょっとやっぱり恥ずかしい。自分もやってるんですけどね。だから自分もなるべく見られないようにしてやってはいるんですけれどもね。でもまあなかなか実装された、どれぐらいなんですかね。数年前に実装されて、すごいブームになった時に始めたんですけども、一回あのやってない時期があって、また半年前ぐらいに、 あの、ふ、ふとつけてみたら、なんか、すごい、あの、変わっていて、あの、そこからずっと、やってるというようなところですかね。まあ、なん、なんて言うんですかね、だらだらできちゃう、あの、あと、その、スマホゲーム、今、なんか、 課金とか要はお金をかけてって、なんか私課金って今のところスマホゲームでやったことないんですけど、なんか抵抗があってですね。あの別に、あの、そんな大した金額じゃなくても課金って言うとちょっとなっていう、なんか抵抗感があるんですけど、そのポケモン GO に関して言えば普通に楽しむ分にはお金払わなくても課金しなくても十分楽しめるのかなというところがあったりして、あとまあ、なんて言うんですかね、あの、まあ、 ただ、世代的にその知らないポケモンがいっぱい出てくるんですけど、まあ、こんなポケモンいるんだ、みたいな感じで、で、あのー、捕まえたり。うん、あと、なんか、まあ、コレクター要素なんでしょうね、なんか、 色違いとかいう要素がありまして、まあ知らない人に話してもしょうがないと思うんですけど、あの、普段のポケモンのオーソドックスなカラーとはちょっと違った、あの、色のポケモンが出てきて、これが、あの、結構確率が低くてね、ですね。まあ数百分の1とかなんですかね。だからたまに出てくると。 それが出るとやっぱり嬉しいみたいな。<laughs> どうなんですかねいい大人がっていう感じなんですけれども、あの、なんとなくハマってますね。で、あのー、これ基本的に一人で、あの、完結できるというか、一人でできるんですけれども、まあ、仲間が一緒にいたりすると、より幅が広がったり、あのー、っていうことで、まあ、あの、そういう楽しみ方もしてみたいな、とは思うんですけれども、いかんせん、あのー、 ちょっとこっぱずかしいっていうのと、ポケモン、今更大人になってポケモン GO 一緒にやりませんかって、なんか、なかなか、言いづらい。少なくとも同僚で、あの、近しい人でやってる人っていうのは、あの、いないので、わざわざ、ね、友達でやってる人がいたらちょうどいいんですけれども、みんな大人なのであんまりやってなくてですね、わざわざポケモン GO の友達を作るとか、 コミュニティに入るとかっていうところまでは行ってませんけれども、なんか、あの、楽しくてやってます。あの、この間も、あのー、リリーラとかいう、もうそこれも知らないポケモンなんですけども、色違いが出たり、あと、えっ、ー、と、クレセリアとかいう、これ、ボスのちょっと強いポケモンなんですけどね、これも色違いが出て、ちょっと、もうわかる人には分かってもらえるんでしょうけども、ちょっと嬉しかったっていう話です。 それで、ポケモン GO、まあ、あの、その、出張とかたまに行くときに、あの、地方都市というか、まあ、私がいるところも地方都市なんですけれども、あの、普段いないところに行ったりして、あの、ポケモン GO を起動すると、普段と違うところでできたりして、またそれも楽しいというところもあったりして、まあ、その、旅行ったときとか、ちょっと出かけたときにもちょっと起動するみたいな感じなんですけれども、その、私ただ仕事柄あまり出張、 というものが、まあ、ほとんどなくてですね、県外の出張っていうともう本当に年に数えるぐらいあるかないかみたいな話でして、あまあ、出張ばっかりの仕事の方もいるんでしょうけど、私みたいな仕事というか出張の頻度だと、出張がたまにあるとなんかテンションが上がるというか、あのー、小旅行気分で楽しいんですよね。なんかあ、仕事でこんなとこ来たな、みたいな。あと特にその仕事で、 新幹線とか乗って、あの、移動するってなると、なんか、うん、あのー、ビジネスマンっぽいな、みたいな。<laughs> エリートサラリーマンっぽいな、みたいな感じで勝手に一人でちょっとドキドキしますけれども、まあ、あのー、楽しいですね。で、出張先でちょっとその、地元の名産を買ってみたりとか、なんかたまにしか行かないで、ちょついつい、いろいろ買っちゃったり、いろいろ食べに行ったりとかしちゃうんですけれどもね。あのー、数少ない出張。 が、あの、あると、非常に楽しいというとこ。まあ、出張ばっかりの人だともうそんなこともなくてもう移動が大変だよみたいな話なんでしょうけど、たまの出張は本当に楽しいですね。それでですね、私は普段、電車を乗って通勤しているんですけれども、ん、電車乗ってると、やっぱり、マナーある人いますよね。イライラすることを。 あるまあみんななかなか電車、あの、朝とか帰宅時間とか、なかなかみんなストレスフルなんでしょうから、あれですけど、まあ私も含めてですね、イライラすることが <laughs> ありますよね、やっぱり単純に、例えば並んでて追い抜いていく人とか、満員電車で。 なかなかどうしてもう一歩詰めてくれないのみたいな。詰めてくれないどころか、押してくる人いたりとか、もう、あのどうしてみたいな感じなんですけどもね。まあ、抜かす人は論外ですけど、意外と多いのが、その、降りる時ですよね。降りる時に、その、まあ、急いで乗り換えなのか知らないですけれども、降りる時に、我先にと降りていくような人がいて、多い。ぶつかられたりとか、もう、 イイライラしますよね、うん、電車のマナーは嫌ですよね、本当に。なんかやと、やっぱり、ね、座ってても、あの、足を広げて座ってたりとか、<laughs> あの、もう、 一応一人分のスペースみたいなのあるじゃないですか。あれは守りましょうみたいなので本当に嫌ですよね。うん、なんかそういうのだとなんか、で、こっちが足向こうからぶつけられて閉じちゃうと、負けみたいな気持ちになるので、自分も小さいんですけど、自分の、あの、場所は、あの、スペースは死守するみたいな、押し合いみたいに、あの、 なって、まあなんか最近ちょっと物騒なトラブルが多いですからね、そんなことやっててなんかトラブルになったら嫌だなっていう感じはあるので、なるべく私もあの引くようにはしてるんですけれども、なんか、<laughs> そういうことはありますよね。あとまあ一つ、 また、これは本当に多分別に、あの、人に迷惑かけてないですし、あのー、ね、あの、順番抜かしとか押すとかはダメですけれども、これはもう私の単純な、あの、好き嫌いの問題だと思うんですけれども、私はあの、階段を一つ飛ばしする人苦手なんですよね。<laughs> あの、これは、なかなか、あの、共感得られがたいかなっていうところはあるんですけど、一つ飛ばし、まあ、上登りは100歩譲って、 いい、百歩譲ってというか、私が譲る必要はないんです。登りはまあまだわからんではないんですけれどもね、駆け上がっていくときに、あの、電車来てて、あの、慌てて登っていくと。あの、下りですよね。下りの階段を一つ抜かしする人、 私、あれ見てると、わあ、あの人とは友達になれないな、とか <laughs>、思うんですよね。なんででしょなんか、見てて危ないじゃないですか。下り、ね、一つ抜かししてしかもそんなに早くないですし、そのなんか、あのー、 かっこつけてるみたいに見えちゃうんですよね。何もかっこよくはないんですけど、なんか、あのー、済ました顔して、あのー、一つ飛ばしして階段なんか全然、あの、危なくないですよ、みたいな感じで顔して降りてってるんですけど、もう偏見がすごいですけども、なんか慣れないですね。一つ飛ばしする必要あるかみたいな、わ <laughs> かる人いるんですかね。いや、私も一つ飛ばし降りるときもしますよ、みたいな人いるかもしれないですけど、私はちょっと、 苦手ですね。うん、別にあの、ゆっくり、ゆっくりというか、まあ、少し、あの、急いで下ればいいんじゃないかなって思っちゃいますね。まあ、そんな細かい、どうでもいいところを、あの、うがった見方をしとるので、なかなか、あの、友達も増えていかないというようなところなんですけどね。別にいいじゃないかって言われたらそれまでなんですけど、なんかちょっと気になるんですよね。はい、今回は、あの、社会人で、 ポケモン GO ハマってますよっていう話。あとは、出張ですね。出張たまに行くと楽しいなっていう話。あとは、電車等での苦手な人の話ですかね。階段一つ飛ばしで降りるのやめましょう。危ないですよ。危ないですし。ひょっとしたら友達減らすかもしれないので、あの、みんな階段は降りるときは、あの、ちゃんと順番に降りるようにしましょう。 はい。では、あの、佐藤のラジオ第4回、こんなところで、あの、終了としたいと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。それでは、失礼いたします。